アーデルベルト・フォン、シャミッソー・ロベルト・ライニック・アーデルベルト・フォン・シャミッソー、1781年1月30日1838年8月21日は、フランス出身のドイツの詩人で、植物学者である。現在ではドイツ語で文学作品を残したロマン派文学者として著名で、後期ロマン派でリベラルな傾向を代表する文学者として活躍した。 シャンパーニュ地方のシブリーアントにあるボンクール城に伯爵家の一族として生まれた。両親と共にフランス革命によってドイツに亡命し1796年からベルリンで定住し始めた。同年にプロイセン王妃の故障となり1798年には軍に入隊した。家族は間もなくフランスに帰国したが彼はプロイセンに残った。 その後、博物学を学び、また文学に志して1803年に同志と、共に、ドイツ年間詩集でアドイチェミュージノアルマナックを、創刊して、詩を発表し、新進詩人として注目された。軍人として、ナポレオン戦争に出征したが1806年に、フランス軍に敗れ、フランスに戻ったが、すでに両親は世を去っていた。1807年に、 ベルリンに戻って除隊し、1810年までベルリンで、過ごした後、バンデケンナポレオンビルで教職に就いた。ところが、スタール夫人のサークルに加わり、彼女のスイスコペでの亡命生活にも同行し、ここで植物学の研究に没頭して2年近くを過ごした。1812年にベルリンに戻り、ここでも研究を続けた。1814年には、 友人筆肥の子供たちのためにメルヘン風物語、影をなくした男ピーター・シュレミルズ・ブンダーザマ・ゲシヒテを書き、これは風景により1814年に出版され、シャミッソーの作品中で特に今日まで読まれている。この物語は、ナポレオン戦争で二つの祖国の板挟みとなった、シャミッソー自身の苦悩が直接的に反映されたものとなっている。 1815年に植物学者としてロシアの探検船、流陸に乗り込み世界一周の旅に出た。この途上、サルパの研究で世界で初めて世代交代を発見しているが、当時は注目されなかった。またこの時同じ船に乗り合わせた、博物学者、ヨハン・エッシュ・ショルツを、シャミスソウは親友としており、後に、米国カリフォルニア産の花火思想を、 新種記載することになった際は、彼の生からとって、学名をエシュスコルジアカリホルニカとした。1818 18年に帰還し、ベルリン植物園園長及び科学アカデミー会員となった。1820年には年の離れた若い女性と結婚している。植物学者としての著述がいくつかあり、花火思想を含む複数の新種に命名者として、 名を残している。この間は文学から離れ、文学者として復帰したのは48歳の時である。1829年にドイツ年間詩集を復刊し、後期の詩は主にここで発表された。なお、この雑誌によって、フェルディナント・フライリー・ヒラートなど、新進のドイツ詩人が作品が発表され、世に出ている。詩人としては、 自身の結婚生活に触発された作品、女の愛と生涯フラウンリーベウントレーベンが有名で、後に、ロベルト・シューマン、カール・レーベにより、歌曲集として作曲された。その他有名な詩集に、ボンクール・ジョー・シュロス・ボンクト、サラスト・ゴメス・サラス・ワイ・ゴメスなどがある。ABCDEF 新品。ABE ・ダム・カール、デビッド・ M、ザ・コペパドロジスト。 スキャビネット、s s. A and History, Philadelphia, Pennsylvania, American Society,、バイオグラフィカルビブリオグラフィカルヒストリー、フィラデルフィア、ペンシルベニア、アメリカンフィロソフィカルソサエティ P203、ISBN0-871692-406、https//www.google.co.jp//books//edition//the copepadologist s、キャビネット、 トガナアジ、HL イコール J&GBPV イコール1、&BQ イコールポピーシャミッソー&、ピコグラムイコール PA203&、プリンゼックイコールフロントカバー、日本語、カームは、植物の学名で命名者を示す場合にアーデルベルト、フォンシャミッソーを示すのに使われる。ウィキメディアコモンズには、アーデルベルトフォンシャミッソーに関するメディアがあります。ーーには、 アーデルベルト・フォン・シャミッソーに関する情報があります。ありがとうございます。